コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介したいと思います。じゃん。はい、呪術廻戦、こちらのですね、プレイバックカード、これこういうのがね出たんですよね。3段階に変化するレンチキュラーカード、1枚付き全15種類、要は角度を変えると絵柄が変わるっていうカードですね。はい。で、このチョコスナックも、これは初めてじゃないかな。うん、今までウイハースだったからね、もうちょっと別のこういうのを食いたいんだよね。これはちょっとうまそうなんで、食い切れると思います。カードは裏面にこうやってカードが貼り付けてあるんで、とりあえずこれをね、全部剥がして、上をカットした状態で開封していきたいと思います。はい。まあ一応、絵柄は、表紙がこのね、パッケージのイラストは、もう、これ一つ、一種類のみですね。で、ワンボックスが10個入りなんで、15種類揃わないじゃないですか、物理的に。なので、はい、もう一個購入してます。なので、全20個あります。果たしてね、まあ、2箱でコンプリートできるか。はい。というのもあるんですよね。はい。では、早速ね、とりあえず、1箱目。これだけ。カードの袋だけを取り除いていきます。はい。一応ね、袋の状態まで持ってきて、上全部カットしました。はい。いやー、これね、めっちゃ袋にね、びっちりひっついててね、剥がすのに苦労しましたね。うん。これお店とかでね、剥がそうとしたらね、ぶちまけちゃいますね。チョコ。そんぐらいがっちりはまってたわ。うん。もうこれ、カード折れそうなぐらい、こう、やっぱり剥がさないとダメな状態だったね。まあそれでもなんとか丁寧に剥がしたんで、まあある意味ちょっと変なところで時間食っちゃいましたね。はい。ということで、では1枚目早速開封していきたいと思います。では1枚目、せーの、いきなり五条先生来たよ。うわぁ、これがレンチキュラーですね。角度を変えるとこうね、見える。で、この上後のね、頭をわしづかみにしてる。で、板取りを脇に抱えてるやつね。で、領域展開無料空章を放って、で、これ上後の頭を静かみにしてて、ブチ切る瞬間のあれですね。だからこうこうこうってなるんだよね。うん、なかなかいい角度がわからない。これがレンチキュラーの難しいところ。はい。いや、いいね。一応裏書きもね、ちゃんとありますね。はい。しかもね、あのアニメの第何話のね、何のタイトルかっていうのも書いてありますね。無料空所。はい。8番か。はい。こんな感じですね。1枚目が、記念すべき1枚目が五条先生。はい、では2枚目いきます。せーの。あ、これは両面少ない、板取りからこの両面少ない変わるところね。はい。うん、こんな感じで変わる。はい。第1話だね。
両面っすかな。1番カードナンバーも1番。はい、では3枚目いきます。せーの、あ、これは真人だね。はい、真人。これは第10話ですね。12番、ナナミンと対決するところか。電池機関の素材自体がね、こうザラザラしてます、うん、ザラザラしてる材質。では4枚目いきます。せーの、あ、これはなんだろう、これはなんだ、これイタドリだな。イタドリだけか。13話だね。カードナンバーは15。はい、相手は5枚目いきます。せーの、あ、これも五条先生。五条先生と板取りか。ちょうど両面少なかしそうな、でも両面少なかしてんのか。これ第1話なんだ。第2話だったそうか、第2話か、うん、大丈夫、僕最強だからっていうところね。大丈夫、僕最強だから、うん、カードナンバーは2番。はい、6枚目。せーの、あ、これは犬巻トゲ、全員巻パンダ2年生組ですね、はい、うん、いいね、はい、第8話、カードナンバーは9番。7枚目いきます。せーの、あ、あ、真人かぶったかと思っちゃった、うん、真人対イタドリですね。はい、第12話、カードナンバー14番。はい、では8枚目いきます。せーの、おお、伏黒、伏黒ですね。両面スクナと対決している時の伏黒、うん、いいね。はい、第5話、カードナンバー6番。うん、いいね。はい、はい、では9枚目いきます。せーの、あ、これは釘先ですね。釘先、釘先のば、うん、いいね。第3話、カードナンバー4番。はい、ついにワンボックスラスト1枚。せーの、あ、これもイタドリと両面スクナ、両面スクナとの対陣時のやつですね。はい、第6話、カードナンバー7番。といった感じですね。一応ワンボックスではかぶりはないですね。はい、
まあこれで被ったらちょっと地獄ですけどね。はい、ではね、もう一箱目、はい、こちらをね開封していきたいと思います。はい、すいません、こっからはね、普通にこの状態で切って開封していきたいと思います。意外に取るのがほんとめんどくさいんでね。だったらこのまま切って開封した方が早いなっていうことになったので、はい、では早速ね、2ボックス目、1枚目、せーの。あ、これ持ってないよ、うん、あ、これ持ってない。第2話カードナンバー3番、うん、はい、いや持ってない、よかった。はい、ではね2枚目いきます。せーの。あー、かぶった、伏黒かぶった。はい、では3枚目いきます。せーの。あ、かぶった、2年生組。はい、はい、では4枚目、せーの。あ、持ってる、これも持っている。では5枚目、せーの。あ、持ってる、五条先生持っている。では6枚目いきます。せーの。あ、持っている。はい、ここでちょっとね、今11種類なんですよね。で、15種なんですよね。で、残りが4つの4枚なんですよ。なのでこっから先かぶったら終わりっていうデスゲームが始まっちゃいましたね。いや、意外にこれ200個じゃコンプできんかもしれん。やべえな。いきます。ダブルんじゃない。せーの。ダブった。うわ、もうコンプならずですね。もうこの時点でゲーム終了。まあ、とりあえずね、最後まで全部めくっちゃいましょう。はい。では、8枚目。せーの。あ、これは持ってないんじゃないかな。定型券。定型券のやつでね、これね。第9話。カードナンバー11番。これは初ですね。12種類。はい。9枚目。せーの。あー、マヒト持っている。はい。2ボックス目ラスト。せめてダブってないの来てくれ。せーの。ん？これ一見しただけじゃちょっとわかんないけど。持っている。13番、あ、13番じゃねえ、15番か。あ、持ってるな。ちょっとわかんない、レンチキラーだからさ、変わるから柄が、わかんねえよ。はい、結局ね、20個開けて20枚開封して揃ったのが12種類、あと3種類、3種類出ねえわ。はい、一応ね見たらね、ナンバー5番とナンバー10番とナンバー13番、はい、こちらがないね。5、10、13、こちらがまだ出ていない。はい、ということでね、やっぱりこういうのはね、なかなかコンプリート難しいですね。はい、まあ、ということでね、今回は
まあ新しいシリーズなのかな、シリーズ化するのかはわからないんですが、ベンチキラーカード、はい、こちらをね開封させていただきました。皆さんもねぜひコンビニとかで売ってると思うんでね、見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はこれにて終わりたいと思います。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。